街ブラ番組いけるやんで2月にご紹介した高槻の街をきれいにするスペシャリスト高城が素敵なので、この番組つながるニュースでもご紹介します。今週の火曜日に続き2回目となる今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。火曜日担当のタナヤンがお話を聞いてくれています。ご覧ください。ということで今回ご出演いただくのはですね、株式会社高城グループの田中さんとスタッフの久保さんと田中さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。僕も田中なのでね、結構田中率が高いんですけれども、よろしくお願いいたします。ということで火曜日のですね放送を見逃した方のためにですね、改めて高城さんがどんな会社なのか教えてください。お願いします。はい、私たち株式会社高城は1969年に創立されまして、今年54年目を迎えます。高槻市の地元密着型企業として清掃や警備、そして設備管理、他にも様々な分野で地元の皆様の生活環境をより良くするためにお力になれるように日々奮闘している会社です、ね、なんといっても高城の高は高槻の高ですもんねね、それだけね、もう高槻に貢献されてるということでございますけれども、そしてスタッフのですね久保さんと田中さんはですね、なんと高城さんの CM に出演されている方ですよね。はい、ね、ちょっとね実際にどんな CM なのか見てみましょう。こちらです。ご覧ください。掃除をすると空気が変わる、一番心を込めやすい、久保さんからいきましょうかね。こちらが、放送されてから反響ありましたか。住民の方々や友達から見ましたよっていうことで、頑張ってねっていう声をたくさん聞きましたね。え、そして田中さんどうですか、いかがですか。いろんな人から、うん、テレビ見たよって声かけていただいてます。本当にナチュラル自然体ですごい受け答えがね素晴らしいですけれども、あれなんか練習されたんですか。いいえ一発撮りですか、あれは。はい、お素晴らしいですね。このお仕事されていてよかったなと思うことってどんなところですか。大好きな仕事ですので、年がいっても元気にいつまでもできるなと、で楽しんでやってます。はあ、なるほどね。田中さんいかがですか。高城にはたくさんの大先輩たちがいらっしゃるんですよ、はい、で私なんかまだひよこだって言われてるんです。田中さんで何年目なんですか。すいません、10年です。10年やってもう大先輩じゃないんですか。いえいえいえ、とんでもない。え、違うんですか。もう20年、30年の人もいらっしゃいますよ。いやでもだからいかに高城が働きやすいかっていうのをお分かりだと思います。なるほどなるほど。でもそれだけ働くことができるっていうのも素晴らしいですね。はい、もうちょっと聞きたいんですけれども、働き始めてからですね変化っていうのはありました。久保さん、今私たちの事業所には研修生と実習生がいまして、はい、その人たちを、ま、あの遠くの国から来てるので、ま、一人前とは言いませんけれど、ある程度あの日本で暮らす上でまたお仕事をする上で会社との掛け合わせになったらいいなと思って、楽しみができたなと思ってます。なるほどね。この交流も含めてね、本当に人と人とのつながりですもんね。はい、うん、スタッフの2人がですねこう言っています。いかがですか田中さん。高城で働くことを楽しんでくださっていたりとか、あとは誇りや責任感を持って仕事に当たってくださっているというのは感謝しかありません。2人ともありがとうございます。そして先ほどあの人とのつながりという言葉を出していただいたんですけれども、あの高城の理念としまして、誰もが私がいてよかったと思える場所を作って、人と社会を愛の架け橋でつなぐということがあるんですけれども、あの高城で働くことでお二人が喜びを感じてくださったり、生きがいやりがいを持ってくださっているのは本当に嬉しいことです。これからも私がいてよかったと思えるような場所や場面がたくさん増えるように、私たちもどんどんサポートしていきたいと思いました。僕も取材させていただきました。みんながなんか誇りを持ってやってるっていうのは素晴らしい会社ですよね。そして高城さんでは一緒に働いてくれる方を募集してらっしゃるんですよね。はい、そうなんです。あの私たちの事業は
綺麗で安全、そして安心して暮らせる住みよい街づくりのいわゆる縁の下の力持ちの役割を担っているというふうに自負しております。ですので、そんな私たちと一緒に働いてくださっている方、働いてくださる方々との出会いとかご縁というのは一つ一つが宝物です。ですので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。社員一同お待ちしております。ぜひ素敵な仲間が増えるといいですね。今回はですね、株式会社高城グループについてですね、田中さんと、そして、スタッフの久保さん、田中さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう最後の最後まで田中祭りな感じのその呼びかけとかが面白くて、ね、引き込まれるように見てましたけども、ね、やっぱこう働いてはる皆さんのその生きがいとかやりがいとか、うんうん、そういうものがこうにじみ出てる職場ってほんまええとこやなと思うんですよ。そうですよね、うん、私たちも2月にちょうど高城さんのお仕事現場に ね、はい、取材に行かせていただいたんですけど、うんうん、朝から取材に行って、でも皆さん朝から元気にも一生懸命お仕事されてるんで、なんかもうその姿見て私たちも元気もらいました。なるほど、いや、はい、それも大事なことですよね、うん、でまたそういうこうつながっていくっていうのを働いてはる方がこう楽しんでるっていうところがまたええなと思いますし、はい、いや、もうチームでお仕事してるっていう感じがすごく感じられて、そう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 ですよね、はい、それがめっちゃええなと思ったし、あと何10年働いてまだひよっこって面白いですよ ね、本当それだけ働きたいって思える会社なんですよ ね、そうやってつながりが広がっていく、めっちゃ面白そうですね、はい、はい、興味のある方はぜひね、またお問い合わせいただければと思います、はい。